関係新聞ですけど、泉、えー、氏はですね、こんなこと言ってます。立憲民主党の泉健太代表は、知ってました立憲民主党の代表って泉健太さんだって知ってましたこれ、多分ね、番組ご覧の方はね、知ってらっしゃる方多いと思うけど、どうなんですかね、一般の方でね、今の立憲民主党の代表誰っていうふうに聞いたら、泉健太っていうふうに答えられる人ってどれぐらいいますかね。まあ、道端で聞いたことないから、すいませんとかインタビューしたことないから分からないけど、 結構少ないんじゃないかなと思いますよね。泉健太さん、やっぱり知名度低いでしょう。で、4日の党会合で自民党の安倍晋三元首相が令和5年度の当初予算で防衛費を6兆円程度確保するように主張したことについて常に彼はそういうところがある。中身なくいきなり数字だけを述べるのは国民に対して不誠実だと述べた。防衛は国民の理解、納得のもとに体制を整備することが最も求められる。数字ありきではないと強調した常に彼はそういうところがある。 いつの話常にって言うなら3回ぐらい上げてみいと。な、何、何の話なんだと。常にって。ね。私はですね、常に立憲民主党はおかしいと。こういうことは言えると思いますね。えー、そ、このところですね。なぜならばずっと共産党と一緒にやろうとしてるんだから、常におかしいと。というふうに言われても仕方ないですね。暴走しかしてないですよね。だって一番のね、目玉のになってくるのはね、ジェンダー平等だと。 大丈夫かと。そんなものを本気で今の国民が望んでる人いるかと。それよりもね、ガソリン高すぎるんじゃないか。何言ってんだよと。ガソリンなんかどれだけ高くなったってジェンダー平等に決まってんだろうとかっていう人っています私の周りにはね、いないです。男性でも女性でもいないです。それよりも、やっぱりもうちょっと生活良くならないかなとかですね。 いやちょっとなんか、あの、社会保険料高すぎないとかね。そういうのは、いっぱいいますよ。だけど、消費税安くなんないとかね。いますよ。だけど、ジェンダーだよとかって、一部の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 、方、だと思いますよ。立憲民主党を支持してるね。もうそれをね、中心にしている。まあ、これはね、あの、おかしいと思いますね。で、中身なくいきなり数字だけを述べるのは国民に対して不誠実だって言ってますけど、で、しかもですね、 えー、数字だけを述べるのは国民に対して不誠実だって泉さん言いましたよね。ということはね、泉さんたちこれはね、本当にね、ブーメランになりますから皆さん見ててください。なぜかって言ったらですね、GDP の1%以内でいなきゃいけないとかって言うじゃないですか。それって数字ありきですよね。最初に数字言ってますよね。GDP の1%以下にしろっていうね。私、これがね、まずね、取っ払うべき議論だと思うんですよ。では、この泉さんの言ってることをね、本気でやってくれればいいですよ。国民にとって必要な予算がどれぐらいなのかってやってったら、 じゃあ6兆円じゃ足りないよと安倍総理と。7兆円なきゃいけないよっていう議論を立憲民主党がやるんなら、立憲民主党なかなかやるなと思うんだけど、人には数字ありきじゃないとかって言っときながら、GDP の1%以内にするのは日本の常識だとかね、こういうことまた言い始めるわけですよ。これおかしいだろうと。数字ありきじゃないって言っといて、自分たちは数字ありきって一体どういうことだと。まあ、こういうね、アホなことをやるというふうに私は思いますね。